ニュルブルクリンク南コースレイアウトルクセンブルクグランプリとは1997年と1998年にニュルブルクリンクで行われた F1 のレース。F1 は原則として年間一国一開催であるが人気のある国や収益が見込める国などにおいては同国内で2から3レースが行われる場合がある。この際2つ目以降のレースには 隣国の名前などを冠することが多く、特にヨーロッパにおいては、ヨーロッパ GP の名が冠せられることが多い。ニュルブルクリンクでのグランプリは、ミハエル・シューマッハのワールドチャンピオン獲得によるドイツでの F1 人気の高まりを受けて、1995年、1996年にヨーロッパ GP として実施されたが、1997年は、すでにヘレスサーキットにおいて、 ヨーロッパ GP が実施されることとなっていたため、ドイツの隣国であるルクセンブルクの名が完成られることとなった。1997年には、ミカハッキネンが F1397 戦目にして初のポールポジションを獲得し、翌年以降に、たびたび見せる力強い走りでレースをリードしたが、エンジントラブルによりリタイアしたため、ジャックビルヌーブが逆転優勝を飾っている。また、 レース開始早々には、ミハイル・シューマッハが、実定のラルフ・シューマッハに追突されるアクシデントも、あった。1998年には、前線まで同ポイントで並び、激しいチャンピオン争いを展開するミカ・ハッキネンと、ミハイル・シューマッハの争いとなったが、ハッキネンが、シューマッハのお株を奪うような、ピットイン前後の早いラップタイムを刻む走りで、ピットアト時には、 逆転に成功することにより優勝を果たし、チャンピオン争いの主導権を奪い返すことに成功した。各レースの結果は、下記の通り、ありがとうございます。